ソリンソリンソリンは、クロアチア・ダルマチア地方にある都市。スプリトの北東8キロメートルに位置し、アドリア海とヤドロ川に面している。ソリンは古代ローマの属州ダルマティアの首都、サロナとして開けていたほか、皇帝、ディオクレティアヌスゆかりの地でもある。7世紀、スラブ人とアバール人の信仰によって、町は破壊され、難民たちはディオクレティアヌス宮の周りや中に移動し、 スパラトゥムは守りを固めた町となった。中世初期、クロアチア人の領域となり、クロアチア国の首都の一つとして重要な役割を果たした。20世紀のスプリトでの急速な工業化は、ソリンをほんの郊外としかしなかった。今日、ソリンは独立した自治体であるが、スプリトのコナベーションとして他の町ともよくつながっている。工業や観光業は多くの遺跡と、 ヤドロ川沿いの多くの都市公園など、ソリンの特徴的なイメージをもとに開発が行われている。ソリンはスプリト半島の北部に位置し、北側の標高779メートルのコジャック、山と東側の標高1339メートルの模創山に囲まれた盆地である。古代の都市であるサロナは、ヤドロ川の川口近くに開かれ、後の中世の土地は、 ヤドロ川のいくつかの島に形成され、今日の中心に位置する場所である。ソリンの面積は1 8 k 平方メートルで、スプリトコナベーションの中心に位置し、北側8キロメートルに、スプリトが東側6キロメートルに、カシテラ2 2トル離れた場所にトロギルが4キロメートル南に、クリスが位置する。住宅地や商業地は、ヤドロ川の中流域にありは、 穏やかな傾斜地のソリン盆地を形成している。工業地はヤドロ盆地工部の小さな谷に占め、同様に西側の広い地域にも工業地は立地している。東端、カシテラ湾には商工業港が立地している。イニシエノトサロナの遺跡は京の町の中心部の西側に位置している。ソリンは八つの街区に分けられている。気候は、 地中海性気候で穏やかな冬と暑い夏であるが、冬は強い北東の季節風ボーラがよく吹きつける。ありがとうございます。